はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はちょっと住宅街に来ておりますので、静かめの会話でね、今日訪れておりますのが埼玉県の上尾市というところに来ておりまして、ちょっとですね、 Google のレビューを調べたところ気になるお店がありましたので、本日はこちらワンポイントさんというお店に訪れております。こちらのねお店さん、 Google レビューを調べますとボリュームもある、そしてとにかく安いと、地元でもねお客様が集まる名店みたいでして、実はねこの洋食系僕大好きなんですよ。ここのメニューを見るといろんな洋食がありまして、なんとメニュー数100品を超えているというね。ちょっとねオープニング撮影する前もお店の方が撮っていいよってことで、先ほど店内に入りまして、ちょうどオープン前のね出前用の仕込みをされてたんですけれども、相当すごい、メニュー数も多いし量も多いし何よりも美味しそうってことで、本日は気になるメニュー全て食べ尽くしていこうかなと思います。ただね、まあ無理のない程度に、本当に楽しめる程度に、今日はゆっくりとお送りしていこうと思います。ということでですね、ただいまこちらワンポイントさんの店内に入りました。で、先ほども一回ねメニュー表は見ているんですけど、まあとにかくうまそう、うまそうなんだけどね、メニュー数も多くて悩んでしまうところですけど、ちょっとでっかく載ってる単品メニューもありまして、ここら辺頼もうかなと。ちょっとね、個人的にはこのエビのクリームライス、思い出がある一品でして、それはね、食べながら後ほど説明するとして、早速ちょっとこの辺り注文していきましょう。すいません、注文ね。ハンバーグ&大エビフライライスと、はい、エビのクリームライスと、はい、卵サンドをお願いしていいですか。はい、それでお願いします。ありがとうございます。いただきます。いただきます。じゃあちょっとですね、今日頼んである一品ですね、これ卵サンド来ました。これ焼きたてね、出来たてを食べたいので早速いただきます。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。と思ったけどエビクリームライスも来ました。やっぱ提供が早っ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう、いただきます。まあ、やっぱり一発目は卵サンドということで、中が千切りのキャベツと卵が入ってて、パンもね2枚分よ。これでね1品510円ですからね、だいぶボリューミーだと思うけど、いただきます。うん、いい、めちゃくちゃいい。うん、シンプルだけどうまい。わかりますかね、この中身、むちゃくちゃボリューミーよ。この一品ですけど、普通の方であれば軽食というか、普通の、まあ、一食として食べても腹いっぱいになるぐらい。ちょっとね、胡椒もいただいてますんで、味変にさっと、うん、うん、具材卵多いし、ケチャップベースのソースだからさ、甘みと酸味があるところにこの胡椒をかけることによって最高にうまい。フライが入ってますんで、この出来たてのこちらの一皿ね食べていきましょう。商品名通りエビでかいわ。単品で見ると分かりにくいと思うんですけど、これ普通のね、フォークと比べていただくと一目瞭然かな。相当地味に長いよこれ。失礼させていただいて、まず一口目からこれをね、でかっ。これやばいな。エビもめちゃくちゃうまいんですけど、プリプリ。
ビもうまいですけど、これパン粉というか衣もうまいわ。揚げたパン粉の香ばしさっていうのがすごい生きてるんで、このねプリプリエビと香ばしい香りと米足んないな。これちょっともう1尾でお米半分なくなってます。そしたらね、もう一品のメイン、こちらハンバーグですよ。でっかいんだけど、フォーク入れてっちゃっていいですか、これ。うわぁ、見て、めちゃくちゃうまそうだな、これ。お肉もうまいし、このソースがいいな。動画冒頭の方でも映像差し込んでるとは思うんですけど、こちらのお店ね、朝入ると出前のお客様注文が多いみたいでして、仕込みというか大変そうだったんだけど、これをね出前してくなるのもうなずけますね。いわゆる簡易的な包装で来る出前じゃなくて、昔ながらのお皿で食器で来るスタイルなんですよ。今は減っちゃいましたけど、みんな大好きなね、こういう町の洋食屋さんでしょ。いや頼むよ。どうしような、今日デカ盛りメニューみたいな感じじゃないからこう食べる姿とか味変するシーンとか普段より少ないかもしれないです。尺的には短いかもしれないけど、もう今日はこういう動画に関してはゆっくり皆様も見てください。これ本当にね、ハンバーグのソースも美味しくて、これねちょっと残したくないから最後のコーンとこれ全部ねもういっちゃうわ。うん、ということでこちらですね、完食させていただきました。で、待望のこれですよ。このメニューね、好きなの。このメニューはですね、エビクリームライスということで、実はですね、僕にとってはこのメニューすごく思い出の一品でして、なんか調べたところによると、僕の出身の足立区の給食だけでしか提供しないらしいんだけど、エビクリームライスってのがあったのよ。で、それが昔からすごく好きで、やっぱね、その大人になってからどっかで食べようと思っても、そんなにメジャーなメニューではないし、場所によってはね、全然なかったりして、だからね、正直今日、一番の楽しみだったメニューがこれで、また具材エビもたくさん入ってますけど、このねソースを押すとご飯の相性が抜群でね、うわちょっとたまらず、いただきます。僕が大好きだったあのエビクリームライスの良さしっかりあります。ただ町の味方さんなのでもっと大人調整されてると言いますか、チーズ感が強かったり、あとは上にもねこのパプリカパウダーなのかな、赤いパウダーがかかってますので、これのこのお野菜感というかパプリカの香りってもしっかりついてて、これうまいな。うまっ、止まんないな。ちょっとですね、これ卵サンドを残しておいたんですけど、ここにソースをさ卵に合わせてみたくて、うわやば、これは絶対うまいやつだぞ。いっぱい入ったホワイトソースをパンに合わせるのはもう包むのは分かってるんだけど、この包みが最高に幸せ。うまい。
ただいまこんな感じですね、注文した商品はすべて完食させていただきましたけれども、やっぱりねまだちょっとお腹にも余裕がありますし、せっかくだからということで先ほどね実は追加注文してあります。そのね一品を最後に今日は終わろうと思いますけれども、追加はね来るまでもう少々待ちましょう。あ、すいません、ありがとうございます。ということで本日の締めですね、やっぱりこれは食べないとということでカレーですよ。しかもただのカレーじゃなくてエッグカレーということで目玉焼きが乗ったカレーとなっておりますけれども、早速いただきます。ルー自体はね野菜とかはもうほぼ全部ルーに溶け込んでまして、形が残ってるのはお肉だけ。ちょっとスパイスの香りもしっかりあるビーフカレーっていうのかな。うまいね。今回はねエッグカレーですから、もうこの卵を崩してからのこうでございますよ。うわ、胸がたまらん。うまい、うまい。ということで、ただいまですねワンポイントさんで美味しい料理食べてきました。駐車場から失礼します。味が美味しいのはもちろんですし、量が多いのはもちろんなんですけれども、まあね、この最初でさっきの出る前も、見ていただいてね分かる通り、もう本当にねお店の方のお人柄が素敵すぎる。帰り際にですね、ぜひ年内にメニュー制覇してみてくださいなんていうお話もいただいたり、これね、ちょっと近々また来ますわ。気になるメニューも他ありますので、ぜひね、今回のコメント欄の方にメニュー表も動画でね、載せてますから、これ食べてくださいというメニューがあったら書いてみてください。次ね、来店する際にそちらも食べるかも。知りません。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。